映画シャイロックの子供たち予告編が解禁されました。すでに見ている皆さんもいらっしゃると思いますが、今から私も見てみたいと思います。いいですか？スイッチオン、再生。池井戸潤、原点にして最高峰。もう見たいね。あー、のタッグで送る世紀の大あー、解禁だな。なんだって、あそこには記憶をしてんですよ。真面目なカマちゃん。10億円が消えた。はっきりと詐欺だな。何それ、私やってません。なんか変なんですよね。あれおかしいですよ絶対。同じ穴の虫だ。悪いね、怖いよ。まさか。あーそうそう、あー怖い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 。あー生きていくな。もう悪いわ、悪い人たちばっかり。返せばいいってもんじゃないんだ。怖いな。絶対なんか隠してる。これ大問題だぞ。こういうの聞いたことないね。やられたら倍返しってな。裏の顔も裏の金も全部暴け。この際全部さらけ出したいですよ。これは脅しではなく取引です。何をバカだ。俺どうすればいいですか。さんは、ね、君はしっかり騙されたってるんですよ。シャイロック、それは強欲な金返し。来た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 。あの時、悪魔に魂を見ちゃうね。普通の銀行員からあの意味嫌われた金貸しシャイロックになったんだ。シャイロックの子供たち、すごい、ハラハラドキドキしますね。見応えがありますね。予告編これ見たくなりますね。見たくなりました。悪い人たちばっかり出てきましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもこのシーンが気になるなど感想があったらぜひ聞かせてください。シャイロックの子供たち2月17日公開です。ぜひ皆さん劇場に足を運んでください。お楽しみに。